おばです。寒いっす。お店の中が3度。めったにねえんだけどな、こういうこと。だいたいさ、ほら下の事務所とかもストーブ焚いてるはんで、くればあったかいんだけど、まあね、エアコン、暖房、FF、ブルーヒーター3つつけました。もう寒いですね。でね、ここはね、今日はね、手抜きシチューのあのあれだ、ロールキャベツ、冷凍のロールキャベツがついたな。それでシチュー作ってロールキャベツな。そういうわけで、どれば、まずなんだっけ、まずシチュー作りたいんだよな。シチュー、うん、よし、あとじゃあシチュー作るか。シチューってどうやって作るんだっけ。野菜とネギダメにしてもいいんだよな。業務シチュー、人参、鶏肉、サラダ油、玉ねぎ、水、じゃがいも、牛乳。ああ、そっか、やっぱり炒めねばダメなんだな。炒めるか。鶏肉、冷凍の鶏のもも肉ありました。これを解凍しましょう。柔らか若鶏、タイ、タイだとタイ。したらね、これ、あ、そういえば、だが、一つわさんからまた。お年賀らしきものが届きましたよ。なんですべね。お、なんかいっぱい入ってますよ、また。YouTube いつも楽しく拝見してます。すっかり生姜味噌おでんが恋しい季節になりましたが、コントは青森には行けそうもありません。来ない方がいいよ、冬はね。いつものタバコを送ります。キティちゃんのお菓子を見つけたので、箱好きの京子ちゃんにキティちゃんの缶。お菓子はちょっと硬いので、マスターの歯には厳しいかも。パッケージは変わらず目で楽しんで、これからますます。サバさんが厳しく体調崩れない。また青森行きます。横浜のイッツワンとオットね。それこれまたタバコ1カートン。何よりですね、タバコね、飯ねくてもタバコあればいいですね。あ、これ黄金カステラ、これ美味しいんだ。これね、黄金カステラ。あと何ですべね、湘南ゴールドドレッシング。これドレッシングね、これすげえ。湘南ゴールド、湘南だよ湘南。これあー、やっぱこういうだ、変な添加物入ってませんねこれね。うん、ニンニクも入ってませんね。あ、ちょっとね、これもなんだね、あ、これも湘南ドレッシングかな。あー、美味しそうなドレッシング2つも来ましたね。
よし。あ、これは、あ、なんかこれキティちゃんのお菓子みたいですよ、これ。これね、熟女缶すぎだね、このまま。あ、片取りついてた袋、これね。やばどれ、後でゆっくりいただきますかね。ドレッシングと黄金カステラね。黄金カステラ美味しい、ほんと美味しい。よし、せば、これは一旦しまいましょう。卵、卵、これ卵ね。10日間最初、これ14本入り1日1箱です。こういうのね、励みになりますよね。励みになるっていうのは、動画出す励みでなくて、大げさではあるけれども、生きていく励みになりますよ。私らのような年寄りには。うん、やっぱりね、お肌がね、よし。土佐米。たまに三号炊きますか。で、五号炊きかな。揚げのおにぎりも作っとかいないたちのな。よし。やっぱり玉ねぎだべね。これね、例えばこれ、この間ピザかなんかつってきた、いぶりがっこで、いぶりがっこ、これ食べながら、うんと。ロールキャベツがメインなので、あまりね、シチューのこの出汁粉をね取るつもりで野菜は入れますね。まあコック時代はあのキャベツ茹でて作ったもんだけど、今冷凍で美味しいの売ってるからな、作る気しないやな。あ、大変だな、あのロールキャベツな、葉っぱ作る。でもあのロールキャベツはあの手作りでやるとみんないろいろ形が違ってね、大きいのもあればちっちゃいのもあるし、なかなか手作り感あっていいんだけど、こういう業務用の買えばね、全部きれいに形こと整って、それはそれでまだいいんだけどもね、なかなかああいうふうにはできませんね。人参、人参もちょっと小さめにやらいな。でねば煮るのさ時間かかるな。なそうしよう。人参、さすがにね、エアコンとフルヒーターと FF 全部つけたら暖かくなってきましたよ。ね、鶏肉、よし、いい感じ。これを細かく切りましょう。これね、本当にね、出汁取る感じでね、使えばいい。
豚肉でもいいし、豚肉解凍間に合いません。鶏の方が早いですね。こう細かく切ってね。オリーブオイルとね、鶏肉、これはね煮込むのでしょう、少しあんまりそう神経質にね火通さなくてもいいと思いますよ。ね、もうね寒い時はね厨房でねこういう炒め物をやってるとね暖かいですね。夏はね地獄ですけど、夏ピザ頼まれるとねこのお客さんは鬼のように見えますね。ただね、ここくらいでいいやな。こう煮ますね。グツグツ煮ますね。人参やこくなるまで。説明書によりますと、いつもほら、もうこういうの使わねえんだけど、いつもあのほら、あえて、グラタン作るとき見てるの。あのホワイトソースね、あえて作るんだけど。まあ、こういうのカレーライス水を加え沸騰したらアクを取り材料や粉をね煮ます。一旦火を止めてルーを入れます。あ、最後に牛乳、たっぷりの牛乳ですよ。一層美味しく召し上がれます。そっか、これはどれ、シチュー入れますか。あ、結構カレー物だな、これじゃカレーと違って。溶かすんだと、ね、なんか美味しそうですね、もうね。あんずめっこしてみますかね、あんずめっこ。あ、すげえしょ、かなり牛乳入れないとダメだから。でね、冷凍ズッキーニ入れますね。次にね、このさ冷凍しいたけって美味しいんだよ。このまんま入れますね。これにね冷凍ポテト入れますね。ね、何回も言うようですが、この材料がね、いい、何でも良くなった。冷凍技術もじゃないの。よし、まだちょっとしょっぱいかな。普通にシチュー作るんだがさ、もっと具入れるんだけど、今回はロールキャベツがメインだ。
あまり肉入れません。そしたら、そしたら鍋っこにロールキャベツ、これ敷いていきますね。10個入ってますか。10個ね。よくこう上手にやるもんだ、これ作るもんだな。よし。そしたらですね、これね、シーダこれにね、あのあれ、これかけていきますね。をかけましたらですね。だからね、超弱火でね、ロールキャベツが溶けるくらいまでじっくり超弱火ねやりますね。どんですべね。あー、くっつくつしてますよ。それで多分きれいに解凍刺さったと思います。これはじめっこしてみますかね。一つどれ、これ。それと冷凍ズッキーニね。しいたけも食ってみますかね。あとなんだ。じゃがいも。じゃがいもこれ。美味しいんだ。この冷凍のさ、ほんと美味しいんだよ、これ。鶏肉もありますね。玉ねぎは溶けてしまったかな。まずね、ちょっと食べてみますね。じゃがいも丼ですべね。うん、ほんとこの冷凍じゃがいも美味しい丼ですべね。だけどですべね。うん。ではどれ。これはうまいわ。
これお花さかけていくけど美味しいかもしれない。ほら、これ熟女さんもっていうか、なで美味しいよ、絶対美味しいよこれ。あ、ほらちょっととりあえず根気持ってって、こういう感じ。これ。これ。ね。これ、上でね、体温めて。おいしいじゃん。私もう一個いただきますね。よいしょ。これはおいしい。なんだな、このロールキャベツもなんか値段高くてないんで、もなんか肉詰まってればいいねんな。俺はだらもっと肉詰めで作るんだけど、もう大変になっちゃって。やっぱりさ、こういう店がさ、暖房きちって寒くしたり、これダメな、サービス業だから、それこそお客さんいなくても暖かくして、お客さんな、そこで氷点下だな入ってきて、あったけーって入ってくれば、つけれどいていいだったな。今だばさ、灯油も高いし、お好み焼き屋でもどこでもお客さん入ればストーブスイッチ入れたりさ、まあみんなほら前もしゃべったけど、家庭に帰れば節約しているのでね、こういうサービス業のとこ来た時はね、はい、だってよ、みんなユニクロのフリースを隠し取りに買って部屋の温度を下げるんだそうだ。そうやってみんな庶民は辛抱してる。バカ、宇治ので飲めばもっと安上がりなのに、飲みに来てくれてさね、けどこれマスター熱っつくらいな、あ、昨日はさ、まあ
去年だけど、お客さん代も来ねえんだよ。なかなかたまねえねえな。うん、おいしい。かなり手抜きだけど、美味しかった。ということで、ごちそうさまでした。明日は何作るかな。